だぜ。俺たちあそこに上がれるのかよ。ヤッホー、グレイト。怪我しないようによく準備運動をしておかないとね。すすはら、俺とお前はガチンコ勝負だからな。手は抜くんじゃねえぞ。うん、分かった。僕も精一杯頑張るよ。プロレスすごい大人気。こんな大勢の前で水着姿になるの恥ずかしいな。嘘つけ。綺麗なおっぱいって調子こいてんじゃねえ。いや、触んないで、うつままないで。いいわね。私も若かったら試合に出たかったわ。それにしてもリリアちゃん、よく事務所の OK が出たわね。学校活動は基本無干渉ですので。芸能人ファンがいっぱい来るかな。おう、そこはご安心を。うちのファンたちはプライベートには押しかけない、とてもよく訓練されたファンたちですので。さてさて、今日明日で一番最初に裾原くんの唇を奪っちゃうのは誰なのかしら。不意打ちで奪うのは難しいでしょうしね。私たちがそれぞれ不意打ちで一回ずつキスしちゃってますんでね。二度と誰の不意打ちも許しません。それをどう出し抜くかが腕の見せ所です。私、スズムとキスしたことない。え、してたじゃん。ほらほら、お葬式でしたけど、あの時スズム死んでたし。なるほど、それは確かにノーカウントですね。確かにあれはお別れのキスだよね。うん、そうそう、トエちゃん、その心意気、青春とは戦いなのよ。勝っても負けても、それが青春なの。あなたが千年間できなかったことなのよ。気合い入れてきなさい。頑張る。これよりすすだ高校シャチホコ杯6人タッグマッチを開催いたします。
表でうろうろしてた亀沼翔でお送りいたします。トエ様、俺を捨てないで。やかましい。さあ、レフェリーのボディチェックが終わり、いよいよです。両陣営からは先方に誰が出るのか。おっと、赤コーナーからは黒髪トエが出てきたぞ。トエ様、俺を踏んでくれ。頑張る。トエはプロレスできるの？大丈夫、動画でいっぱい勉強した。向こうはいきなりアツタ君が出てくるみたいだよ。一応様子見だが、別に倒してしまっても構わんだろ。よろしくなっち。期待してるよ。頑張ってね、リリー。夏代お兄ちゃんのこと応援してるね。グーレイトー。初戦はトイちゃん VS アツタ君。大切の亀沼君どう見るかしら。トエ様には祝い元神社のご加護がありたてまつるからこそ必勝は必勝。トエ様、お慕い申し上げておりまする。あつたてめえ、トエ様に指一本触れてみろ。チャリの鍵穴にガム詰めるぞこの野郎。こいつこんな面白いやつだったのね。さあ、戦いの火蓋は切って落とされた。両者慎重に間合いを詰めていくぞ。そして組み合った。悪く思うなよ。俺は相手が女だろうとガキだろうと、いつでも全力で秒殺だぜ。それがグレートデュエリスト、アツタグレートナツヤさ。アツタ君の気合い舐めてたね。ウセナバリン、俺の眼中にはすす払いがいねえぜ。私の眼中にも進む以外ねえよ。ドザコが少し感心してやったら調子乗りやがって。かわいそうにな。今夜は学校じゃなく病院でお泊まりするんだぜ。なめんじゃねえ、血祭りじゃ。おっと、ここでアツタ君、背後のハルミアさんをフェイスロック。いや、逆にアツタ君を抱え上げるぞ。バックドロップだ。さすが血祭りバキコだぜ。あいつの必殺技はアスファルトでジャーマンらしいからな。これは熱いぞ。両者一歩も譲らない猛攻だ。ハルミアさん、ボディスラム、サッカーボールキック。おっと、その足を取ってドラゴンスクリュー。アツタ君も負けないぞ。セスハラ、出てこいや。スズムを出したかったら、あたしを倒してみやがれ。セスハラ、女に戦わせて恥ずかしくねえのか。煽りまくるぞ、アツタナツヤ。そしてスズハラ、スズムも大将の貫禄でスルーする。両者再び間合いを詰めたぞ。再びプロレス空中戦だ。決まった、バキコのレジェンドホールド、血祭りスープレックスだ。ザマーミルアツタ、トエ様の仇じゃ。レフェリーがカウントに入るぞ。ワン、ツー。おっと、カウント 2.5 でハルミアさんが自分からホールドといたぞ。見
ノベ先輩にリリアちゃん、お次はどっちが来るかな。どっちから先でもいいぜ、血祭りで。はあ、キコちゃんかっこいいな。よっしゃよっしゃ。ほんじゃ私から行こうかね。まずはさっくり春宮先輩を脱落させちゃいましょう。言ってくれるじゃないの、劣化リリーちゃん。その暴言、割と早めに後悔しますよ。そこのちっこい先輩を血祭りにしたら、次はあんただからね。首洗って待ってろよ。リングインするのは美濃部かなえだ。さあ盛り上がってまいりました。しかし相手は血祭りバキコ。美濃部さんに果たして勝てるのか。アズマとの勝負でだいぶ体力を減らしてるぜ。どっちが勝つかは分からねえな。だがどうでもいい。ドエ様カムバック。力で私に勝てるわけないですよね、先輩。んー、でもオイラに頭では勝ててないよね。何言ってやがる、これ祭るぜ。おっと、布川リリアがリングイン。ハリメさんのバックを取ったぞ。なるほどな、力比べに負けていると見せかけて自分のコーナーに引き込んで二人がかりか。その隙に美濃部さんもコーナーを脱出。布川さんと二人でバックを取ったぞ。言いましたよね、割と早く後悔させるって。ふざけんな。じゃバイバイキコチ、いくよ。レフェリー、あれずるいよ、二人がかりで注意してよ。ふん、スハラ、バカな男。スープラトン中は審判が空気を読むことを知らねえのか。ハリミヤさんの体がコーナーポストに押し上げられてる。ああ、この技は。ハリミヤツナキコゴーチン。美濃部かなえの計略と布川リリアの息の合ったコンビネーションで秒殺だ。となるといよいよ大将のすすはらの登場か。俺は断然美濃部かなえを応援するぜ。トエ様はすすはらにはやらん。赤チーム、ここは二人抜きで逆転するのか、それともこのまま終わってしまうのか。むしろ終われ、くたばれすすはら。二人の敵は僕が撃つ。すずめも怖い顔できるんだね。お姉さんうずうずしちゃう。お、意外に美濃部さん身軽だ。早い、大締めタックルから足を取っただと。やるなあの女。ごめんね、スズモン。ちょっと痛いよ。躊躇なく四の字固めに行きやがった。あの女できるぜ。ここで美濃部かなえのプロフィールを見てみましょう。おっと、これは新情報。子供の頃父親と一緒にテレビで見ていたのでプロレスは詳しいとのこと。ほらほらほら、痛いよ。ギブした方がいいよ。クロッチもチコチももうダウンしてるからね。助けはないよ。でもスズムンは我慢強いからこれくらいじゃあギブはしないよね。じゃもうひとひねり行っちゃおっかな。
なんだ、体を返して SDF だと。ミノベカナイのステップオーバーとホールドウィズフェイスロック。驚いた、さすがは芋虫粘着系、とんでもないサブミッション女だ。どんな屈強な男も関節技の前には無力だぜ。ザマーミのすすがら、トエ様の言いなつけは俺だ。足首2箇所同時攻撃に、笹原くんも陥落寸前か。見る目ありませんね。2箇所じゃないです、3箇所攻めです。私も手が打てませんので、私はもうしばらく先輩の可愛い吐息を堪能させてもらいますけどね。これは恐ろしい必殺技だ。痛みと快楽の板挟みに笹原進む焦点間近なのか。へっ、無様だな笹原、そのまま果てろ。どれは俺の嫁。進むは私が守る。しゃー、これは驚いた。ツーブラドを食らってリタイアしたと思われてたハルミア・ツバキコ、まさかのカメバックだ。キコちゃん、スズムは休んでて。ミノベカナエゴチン。布川リリアがジコーラーまで引きずり戻し、タッチリングイン。死に損ないが最後の力を振り絞ったってところでしょうか。うっせぇ、血祭りじゃ。Good news.